てれ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 ボートレース予想の対決いやまた BTS 宮城さんに来ちゃいました。あ、ごめんごめんごめん、誰ですか？ユアルで R。 違うっつってるやろもう言うボートレースの吉岡里帆です。いやだからごめんなさい、ね、よくボートレース当ててるんだけど吉岡里帆似てるやろそこだけね。なんで言ったら分かる。でまた隣の夏美から関係ないの一応すな関係ないやんあなたも全然でもないのにアニちゃんもよろしくお願いします。引き続きお願いします。頑張ります。アニちゃんは前回ね惜しかったね。そう、3着だけでしたね。あとは傷が消えてない。消えてないです。そうだよね。癒してあげてください。え、癒してあげてください。うん、君はいい格好あるよ嘘つきじゃないよエロ社長まあまあ私にはまればボーナスは上積みだでピーちゃん絶好調ですね。はい、前回2勝ですからね。2連勝すごい素晴らしい。今までこんな人いなかったですね、うん、いないです。でしかも初心者だからね。はい、もうまだ全然初心者です。3回目よ、だって、うん、すごいね。すごい。で今回どうしますか？目標は何ですか今回は。どうしよう。目標でもやっぱり1万何本当ててるので10万ぐらい行きたい。おすごい10万ぐらい行きたいってことはやっぱそれなりの配当取らんとね。そうですね。満州とか結構あのケチンボなんで配当するのもちょっと細かくなっちゃうので、うん、ドンとかけようかな。あ、おじゃ今日はちょっと絞るってこと。ちょっと絞る。おお。こまごまのこまだではない。こまだがいい。こまごまのこまだじゃないかもしれない、ね。あ、そうなんや。今勝ってるんで持ち金もありますんで。確かに。まあ追い戦できればしていきたいと思っております。じゃあ頑張ってください。はい。チャンネル登録お願いします。穴は4が売れてないですね。はい、4が売れてない。あ、はい、よい。声が裏返ったな俺は昨日もあったな、そういうシーン。あ、これはいけるな4で、まあ、大満州取れるじゃん。昨日同じようなシチュエーションがあったんですよ。あの僕が水上スキーやったでしょ。そのインストラクターさんが本当に俺大丈夫ですかこれでって言ったら、はいって言ったんですよ。裏声になっちゃった。その時と全く同じ声で、それで積もっちゃってるんですよ紹介せんとね。あ、やばい、始まっちゃう。新入組したのかな。さっと、なに、うん、なにアリちゃんが1000円で言ってるのは235、235すごいよ。1000円いってんの。1000円いってんの。235いった。でも、まあ、1飛んだらすごいですよこれ。でも来る、来そう来そう。ねえピーちゃんは、はい、駒田買いです。駒駒買ってます。駒駒駒駒田です。で入るのよね。でもそして私125ボックス。あ、ボックスの夏美がボックスの夏美です。ボックスの夏美です。入ってちょうだい、はい、いやすごいと思う。にはさあ2位いってる。どない2位いってるよ。2位いってる。2位いってる。2位3位いってる。2位3位いってる。5はどう。2位3位いってる。よいしょ。え、5。3いった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 。3人。3人ですよ。3人取ってんじゃない。3人誰か。3人3人5ならある。3人5がある。3人5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 。3人4になった。3人4になった。フライング持ってるのに。3人4になったよ。3人4。3人1か4。3人1か4です。どっちや。3人1か4です。おー、さあ3人1か4。3人1か4です。3人4かな。4。3人4。お、3人4になるかも。お、どうだこれ。どうだこれ。お、3人4ってこれ。お父ちゃん。3人4になったらこれ。大変だぞこれ。どうだこれ。おい、3人4になったら大変だぞこれ。
おお、ないか、ないか、おお、ないな。なんだこのお父さん。3、4やったら高かったぞこれ。3、4やったら高かったぞ。あるの？3、4やったら高いだろ。高かったぞおい。なんだこら。初めて声発したぞ。水槽2号艇のマトリ4号艇の深山で、うわー危ない。1マークでしたが、上級生変わらず、ラストコーナーを決めました。4号決定ですね、これね。3、2、4。3番、4番の国。うわ、4の3着が来たな。コウさんが道理で声を張ってる。なんだこら、なんだこら、なんだこら。4着バラやったの。初めて聞いた、なんだこら。3、2、4。3、2、4。わー、はい、当たり。おー、すごい、当たってんの？3、2、4、勝ってるよ。コマだ。ほら、3、2、4。本当だ。いくらこれ3、2、4？ねえ、すごすぎ。ママつくよ3、2、4。200円しかかけてない。やばくないですか？やばい。いや、200円。4が売れてないですよ。4が売れてない。え、そうなんですか？4が無印だったんですよ。来るよ。3、2、4いくら？マジ言ったら、まあまあでしょ。3、2、4だったらね。はい、で、3、2、3は売れてたけど、3、2、4が売れてない。4が。200円ですよ。200円。でも、いくらつく？回答は？でも何千円？マンシュ！マンシュ取った！11,130円。マンシュ、すごい、すごい、えぐいて、マンシュ取ったことないよ。これを200円。はい、ということで22,000円になりました。やばい。そうか、3、2、3で。きたー。えぐいよ。でも3連勝は初めて。3連勝だから前回からすると3連勝ですね。すごくない？来ました、満州の女。満州の女。満州熊田。いやん。熊田ひろかの満州チャンネル。しかもいつも黙ってて、最後当たったっていうんで。ね、今日ずっと見てたんですけど。マジで分からん、当たったかどうか。いや、当たったのかなって、ほんとね、分かんないですもんね。いきなり立ち人狼ゲームみたいな。なずみがいいですか？私は124ボックスにしました。うわ、好きだね、124ボックス。さっきも124で撮ったし、前の回ね。はい、たまたまですね、もう124ね。今日なんか2が大村良さそうなんで2入れました。なんか今流れ中で2が結構勝ってるイメージはね、確かにね。はい、124ね。うわ、124。さあ来ました、ピーちゃん絶好調。満州のピー。満ピーどうぞ。満ピーやだ。マンピー。マンピーは、どうぞ、はい。1、2、3、4は頭に来るようには一応買ってます。はい、1、2、3、4で。あとは何流しですか？1、4、3と1、3、4だけちょっと高めに500円だけ入れてます。はい。1、3、4、1、4、3。やっぱ4の方が結構強そうな。もうね、ダントツでもう A1 なんですよ。うん、もう腕が違うんですよ。だから出てくるかなと思って。うん、まあ4はもう1着2着はもう硬いんじゃないかなって思うんですけどね、僕もね。当たれ？また入りそう。また入りそう。なんかね、全部入りそうやな、ピーちゃんが。10万を目指す話はなくなってます。本当だね。やっぱりせっかちじゃない、こまごまが。私は14頭で、うん、なんか5とかが、かなと思って。確かに。ピーちゃんとかでも意外とね、かぶりもあるね。お、これはそうだね。うん、入りましたね。入ってるね、これ入ってるよ。ガンガンかけていこう。圧力これ4、これ3コースになっちゃうかもね。え、本当ですか？3が外出ましたね。3が出たね。あ、3 1、2、4、5になるかもね。え、本当ですか？下手したら2も。これどうなるのこれ、コース。コースが2コース入った。4が。え、2なんだ、外行くの？あららららららら。え、2どこ行ったの？2外の方行っちゃった。やばくない？うん、やばい。5コースでしょ、2は。4号もっとあるんですか？4号あるね、もっとある。4号もっとある。すごい、出てないよ。来るかもね、あんま来るかもね。おー、1、2、5。深くない、深くないね、そこまで。1、4、5。うわ、どうなるこれ。1、2、4。新米けどこれ、近くない、大丈夫これ。近い。
差はほとんどありませんでした。少し1号艇と4号艇、1号艇が出ていて1負け、最初に1号艇の方は5号艇の方が出ていて、さあ、4、1、2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 、
だい。いや、こっからです。さっきと一緒よ。14、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 14
2だ一応 2? まだ夏美かん夏美かん夏美かん行け夏美かん笛原さんあんたはできるよ5頑張って5頑張って5川上翔平行きんしゃいよっこいしゃーいいねー1応2一応2かな1、2、4がどっちか完璧やん1、2、4の方が高かったと思います1、4、2の方が安いんじゃないそうですよね1、2、4の方がいいんじゃないねっ、こいつは一応2よっしゃあ、でも当たったでしょ当たりました当たったね2人とも当たってるもんね取りました1?一応に1040円いくら買ってますか500円あじゃあ5000円おはいいいいい5000円ですいくら買ってた300円です3000円ですってことは罰ゲームイーカップイーカップまあでも前回イーカップやってますんでそうですね今回も花フックですかねチチフックはチチフックチチフックでゲームオーバーさあ今回ですねコップのフチコさんのコスプレをしてもらってますはいこんな感じになってると思いますはいじゃあいいですか準備いいですかいや大丈夫です座ってなくてもいいです座ってなくても大丈夫です、はい、じゃあ行きますよせーのどーわーいいじゃんフチコさん似合う似合うねフチコさん可愛い似合うなフチコさんかなんかあれだねまあ可愛らしいけどなんかもう罰ゲームっていう気もしないね確かに来たいし逆に私だって来たいでしょだってピーちゃん後でくださいって言ってたよねはい私コスプレ大好きなんで羨ましいのにだよねどちらかというと綾波レイの方が罰ゲームやったあピッチリやったあの全部ピッチリやったわ、ね、見たいですね見た見たあれ罰ゲームやったね結構ねでも意外とファンの方は好評だったんでさすがほら胸が大きいからここに隙間ができるそうでしょあそういうねもう絶対できないこの隙間普通の人はできないできないここが開くんですよすごいすごくないもうなんかねもうでもいいんじゃないですかもうバッチリでしょバッチリ、ね、バッチリ、はいでも今の方が分かりやすい確かに今の方が胸が分かるなんで自分から言うのいやいやいやオフしてたからいいですか D が不服あ、D が不服なんですD が不服ですよほいやちょっとあの検査員呼びましょうか検査員、夏美かんお願いしますじゃじゃーん行かせていただきます前回ね、その言い方だったんで、はい、ちょっと分かりづらかったから前回は D って判定でも E あるって言うんですだからその格好だったら自信あるってあるみたいないいですかさっきよりはね、はい、感じることができるそうですね行きますお願いしますはい、お願いします失礼します、はい、正直に、はい、なじみがほう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 なるほどほうめっちゃ見てる。行きたい。おおおおおお。あすごい。おお。下着会社の方ですね。はい。はいはいはい。結果出ました。それでは夏美が結果発表お願いします。D です。一緒だ。一緒やった。D です。一緒やった。次はちゃんとしたブラを。おお。わかりました。ちゃんとしたブラ。ちゃんとしたブラ。だから小さく見せるブラ。ああ押し付けがすごいやつですね。羨ましい本当にそこは絶対譲れないよね本当に本当にそうですでもちょっと違うすごいでもね D もいいんですよ D もいいでしょそうです D もいいのよなんでそんなこだわるの持ってかって思われてるああ確かにね本当にあるんだよって虚偽をしたかどうかっていうところねはいはいはいもう血はいつでもねいいんでただただ嬉しいだけなんでピーちゃん測ってみるちょっとあいいですピーちゃんも行きましょうか、うん、ピー判定員よろしいですかやっぱ一人だけじゃないそうね、分からんねおー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 いいねおー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 一回ちょっとボスのをあ、そうですねはいおー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 出ました出ましたどうです A です正解
違う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 、正解じゃないのよ。こっちは知ってる。知ってるじゃない、知ってるじゃない、こっちは測ってほしいのよ。いやいや、ブラガーとも言えないですよ。もし、そのアリちゃんで盛り上がりにかけたら、僕が模様する予定やったんですよ。やっぱこれ